皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日も一日エナジー全開で頑張っていきましょう。こちらの動画はダンスでよく使われる7つの基本ポジションと3種類のリズム取り、こちらのグルーヴというリズム取りでダウンの知識そして技術を一層深めてしまおうという入門者でも取り組めるメニュー動画になっています。この7つのポジションと3種類のリズムを利用したルーティーンを9本ご用意しています。さらにこの7つのポジションって何なの、3種類のリズムってどんなことなのっていうことを詳しく解説した動画に加えて、リズム変換という避けては通れない技術があるんですが、そちらとか皆様が憧れるダンスをアドリブで踊るためのファーストステップという解説動画も作っていますので、ぜひそちらも楽しんでください。それでは今回のメニュー、実施する前にポイントをしっかりと確認しておきましょう。主に3つあります。1つ目、7つのポジションをしっかりと正確に取るようにしてください。2つ目、アップとダウンの軌道、これをできるだけ大きな動かし方をするようにしてみてください。この2つは体の使い方に関することですね。3つ目、入門者の方にはできれば意識してほしいというポイントで、強制ではないんですが、リズムを取る際のアクセントと軌道、そしてこの軌道はできるだけ脱力をするのがグルーヴですので、このアクセント脱力、この差を大きく見せるように意識をしてみてください。これは音楽的に音の取り方だったり聞き方、こちらのポイントになりますね。こちらのダウンのメニュー、途中で太ももがきつくなってくると思います。そんな時こそ笑顔で頑張っていきましょう。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。さあ皆さんどうでしたでしょうか。グルーヴ入門のダウン、難しかったでしょうか。アップ編の入門でも少し触れているんですが、大体2つのタイプに分かれるんじゃないかなと思っています。それが運動技術ファーストタイプと音楽ファーストタイプですね。運動の方は自分が体はよく動くんだけれども音楽をうまく表現しきれないというタイプかなと。そして音楽ファーストタイプっていうのは、音楽はしっかりと聞こえているし頭でも理解できるんだけれども体までうまく伝達できていない、大体この2つ分かれてしまうところです。今回のメニューではアップダウンの形がしっかりできているか、そして7方向にきちんといけているかどうかということが体のポイントとしてあります。この2つうまくできているかどうかというのは、比較的運動ファーストタイプの方っていうのは行きやすいんじゃないかなというふうに思っています。音楽ファーストタイプの方はまずは少し小さいスタンスを取っていただいて、体重移動の距離を減らしたりとかすることで音楽を聴きながらそれを体で表現しやすくするっていうのも一つの手かもしれませんね。そして3つ目のポイントとしては、アクセントと軌道をしっかりと分けてほしいというところがあるんですが、こちらの方はなかなか体と音楽一致しないので、どちらのタイプの人も最初はつまずいてしまうと思います。
しかしここで音の感覚なんとなく分かるんだけれども体がうまく表現できないと一瞬でもよぎった人は少し音楽のリズム聞く才能があると思いますので、ぜひそれを反映させるまで頑張ってほしいところです。運動技術ファーストタイプの人はなかなかアクセントと脱力、これ音楽を表現できないぞっていう感覚に陥るかもしれません。そんな時は今回の場合はダウンですので膝の力をリラックスさせて重力の力を借りる、少しふっと落ちるような感覚をして、それを筋肉で耐えてあげるんだというふうに考えると少しこういうアドバイスで良くなる子もいるので、ぜひそちらも参考にしてみてください。音楽も技術もどちらも素晴らしいダンスの楽しみ方なので、ぜひ皆様には両方味わっていただきたいなというふうに思っています。楽しいなと思う方から追求していってもいいと思いますし、僕はストイックなので苦手な方からやりたいんですっていう方がいたらそちらでも構わないと思います。とにかくできないことにもできたことにも楽しみがある、これがダンスの喜びですよね。僕自身も本当にたくさんの方、初級編の方、中級編の方と一緒にこういうメニューをいっぱい一緒にやってきたんですけれども、未だに飽きずに楽しんでできます。やっぱりこの単純なことですけれども音楽と一体化できる、その感覚を得られるっていうのは本当に気持ちのいいことなので、ぜひ皆さんも一緒にリズム取りましょう。基本の7方向リズムの3種類、こちら実践メニューの方を9つ用意しました。そして深掘りしている解説動画4つご用意しています。全部皆様にとって何かヒントあるはずなのでご視聴いただけたら嬉しいです。スペースアートダンス TV では皆さんがエナジーあふれるダンスライフ、そして私生活でもちょっと役に立つよなんていう情報もお届けしたいと思っていますので、これからもご視聴応援のほどよろしくお願いいたします。今日のメニューもお疲れ様でした。また明日も頑張りましょう。Thank you.